こんばんは。こんばんは。スピカとカノです。今回はこの二人で超絶スーパーミラクルレジェンド級に。おい、何笑ってんだ。おいおいおい、超絶スーパーミラクルレジェンド級に癒される ASMR を撮っていくよ。ほうほうほう。イエイイエイ。パチ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 。うんうんうん。お前はお題は嫌いな食べ物。前回はカノ君が一人で眠れる ASMR を投稿してるから、おい、何笑ってんの。音量にしてイヤホンで聞いてみてね。やめろ、絶対寝れるから。いや、寝れねえよ。大音量で聞いてね。マイク絶対触んじゃねえぞって怒られたんだから。うん、じゃあ、うん、あ、じゃあ僕から最初に言って交互に言い合う感じかな。そうだね。あ、なるほど。うん、じゃあ行くよ。わかった。カツオ、なんで笑ってんの。カツオ、なんで笑ってんの。メカブ。あ、メカブぬるってしてるよね。牛乳。もずく。長くない？え、長くない？大豆。でも納豆は好き。僕と違うじゃないか。エスカルゴ。あ、エスカルゴ、え、食べたことないな。気にはなってる。チーズケーキ。なんで発音がいいんですか。セロリ。長くない？前回カノ君が言ってたナスビ。僕と同じじゃないか。ゆで卵。そうですよ、ゆで卵。あ、ゆで卵ね。あ、うんうん。お赤飯。お赤飯。笑っちゃダメ、笑っちゃダメだよ。静かに。お赤飯。うん、そうだよね。目玉焼き。パクチー。パクチーわかるな。別名カメムシソウ。カメムシソウ。え、何、カメムシって言った今。言った。僕と同じじゃないか。マヨネーズ。あ、マヨネーズ。僕片足マヨラーなんだよね。片足ケチャラーだけど。八角って知ってる？八角、ジャージャー麺とかに使われるなんかスパイスなんだけど、あれちょっと絶妙に苦手なんだよね。あ、知ってる。なんか見たことあるかも。食べてるからね、多分大丈夫だと思うわ。ユッケ。咳払い、咳払い。おうおう、うるさいうるさいうるさい。ミルクティー。ミルクティー、え、美味しいじゃんミルクティー。なんで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 なんだけど。苦手なんだもんだって。馬肉。あ、馬肉な。ユッケと馬肉って一緒だっけ。いや、違うよ、ね、多分違うと思う。違うよね、うん、肉の脂身。僕もこれ感覚わかんないんだけど。わかんないよねこれ。感覚わからないんだけど、いいかな。今さら小声にしたって遅いだろ。今さら小声にしたって遅いだろ。生姜。前回が前回カノ君も言ってた、うん、かぶる食べ物パート2。パート2。ゴーヤ。ゴーヤ美味しくないよね。うん、苦手。え、調理したら食べられると思うんだけど、うん、ゴーヤ生でいくってちょっと、うん、無理だよね。苦い苦い。ベーコン。びっくりした。壊れた。うるせえ。ベーコン。音割れた。ごめん、うるさかったかな、うるさかったかな、うるさかったかな。超うるせえよ。ちゃんとやろう、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 ちゃんとやろう。お赤飯。ベーコン。ちゃんとやろう。サザエ。カニ味噌。カニ味噌わかる。うん、苦手。シシャモ。
ウインナーソーセージ。なんかいい言葉ちょっと俺ですね。笑ってんじゃねえよ。お意味深だぞおい。いやマジで食べれないから本当に。以上かな。以上になります。最後までタイミングが合わないわね。そうだね。じゃあね。バイバーイ。